豊島瓦合戦は、兼務3年に行われた、新田吉貞、北畠明家を総大将とする、五代醐天皇軍と足利高氏を総大将とする反乱軍の戦い。豊島瓦の戦いとも言う。現行3年、正教2年、鎌倉幕府が滅びた後、足利高氏は、五代醐天皇に突如反旗を翻した。高は、 県務2年箱根、竹の下の戦いで、新田義貞軍を破ると、京都へ進軍を始めた。高氏は、県務3年1月11日に、京都へ到着するが、京都へ駆けつけた、北畠秋江軍に攻め入られ、同月27日の合戦と、同海日の正し河原の合戦における敗戦を経て、丹波国に引き返すこととなる。丹波国に引き返した。 足利カ氏は勢力を盛り返し、再度京都に攻め入るために、同年2月3日に、摂津国稲川付近へ到着する。これに対して、五代醐天皇側の新田義貞、北畠秋江勢は軍を率いてタ氏が事務を張る、摂津へ向かう。梅松論によると、足利カ氏側に味方した三様数王国、長戸国の守護大名が、瀬戸内海を渡り、 約500の軍艦を率いて、摂津国神戸港に入港した。高氏川は2月10日に、須を長戸の援軍に合流して、港を出て都に攻め登ろうとするが、西宮浜で待ち構えていた、楠木正重と合戦になり終日戦って決着がつかなった。 しかし同日夜に正重は陣を引いたため、高氏は合流した援軍を従えて、翌2月11日に攻め上りに行った吉佐田北畠秋江領軍と豊島河原で合戦を繰り広げた。その結果、高氏側は、新田、北畠軍に敗れ去り、同月12日に兵庫へ退陣した。その後高氏は巣を、巣王、 長門の援軍と共に九州へ落ち延びていったと書かれている。太平記によると丹波国に落ち延びた足利高氏は2月3日に足利忠義に約16万の軍勢を与えて京都へ攻め上らせ、一方約10万機の日田吉貞北畠明院へ率いる五大五天皇軍が摂津国と島川原で合戦を行った。結果は両軍共に勝敗がつかず、 稲川両岸で、睨み合いが続いた後、五代五川として参戦した、楠木正成が西宮へおもむき背後から漂し、高氏軍を襲い、西宮に合戦地が移ったとされる。その後、諏王国、長戸国の守護大名が、神戸港に到着し、五代五天皇側軍も、四国の伊予国から援軍が到着した。そこで、両軍は、港川で合戦を行った。 しかし、足利高氏は、自らの敗戦を見切って、巣を、長門の援軍と共に、九州へ落ち延びていったと書かれている。豊島河原とされている場所は不明であるが、梅松論には、新田義貞は、摂津国瀬川の河原にいて合戦を行ったと、記述があり、瀬川の河原と伝わるのは、美濃川の下流で、美濃氏と池田氏の境界を接する河原であると見られている。 ありがとうございます。